さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、フクロモモンガのミミコにこちら巨大ささみを、寝起きでね突然入れてみたら一体どんな反応をするのかっていうのをやっていきたいと思います。揚げるのはね、ほぐしたささみを揚げます。もちろんねこのでかいやつだと、まあ、大きすぎるんでドッキリとして使いますけど、揚げるときは、まあちょっとねドッキリのこのささみを楽しみますけど、揚げるときはちゃんとほぐしたやつを揚げますということでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。で、今回の動画なんですけど、23分と結構長いんですよ。なので、まあリアクションを楽しみたい方は、そうね、9分ぐらいまで飛んでもらえると、このささみを見るリアクションが楽しめるかと思います。で、まあ、経過を楽しみたい人はそのまま見ていただいて、まあ、いろんなドラマがあるんでそう、僕ね、こういう長い動画の時は何分に何々がありますよっていうのをある程度ね予告した方がいいと思うんですよね。そっちの方が見てる人にとっては、あ、じゃあ何分まで飛ぼうとか、あ、じゃあこのぐらいに行ってみようかなとか、なんかその目安ができるから、そっちの方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。ということで皆さん9分ですさあ、まあでもそれまでは僕もちょっとおしゃべりしながら、軽く雑談をしながらやっていこうかなと思います。そう、ミミコはね、このドッキリをやるときにね、本当に起きてこないんですよ。本当に高校生の娘みたいな感じですまあこれね、撮ってる時もう夜なんで、普通になかなかに起きる時間帯というか、いい時間帯なんですけど、全然起きてこないですね。うん。さあ、そう。ほら、寝てるんですよ。全然起きてこないですね。フクロモモンガって嗅覚がいいんで、本当にね、なんかその食べ物が部屋の中に入ってきた時に、匂いでね、すぐ気づくはずなんですよ。そう。だから今回もね、匂いでは気づいてはいると思うんですけど、めちゃくちゃ寝てますね気づくまでにこれ結構倍速入れたりとか、実はしてます。うん、どこだったか忘れちゃったけど、ちょこちょこね4倍速にしたりとか、してます。それをしてないと動画自体が40分くらいあるんでなのでね、見やすいようには一応してるんですけどね。さあ、どうだ？どうだろう？あ、ちょっとね、起きてもらえるかなと思ってトントンしてます。ただね、これね、安心してください。起きませんから。そう、起きないのよ。そう。これ4倍速にしてますね、今。多分指の動きがめちゃくちゃ速かったですからね。うん、そう、今ね、僕ね、実はね、声がちょっとね、いつもより、まあ、いつももう低いっちゃ低いんですけど、寝起きでこれを撮ってまして、声がちょっと低いかもしれないですねごめんなさいさあ、起きてもらえる、あー、起きたいや、起きたー。フクロモモンガの寝起きの顔がこれですよこれさ、僕のチャンネルでしか見れないんじゃないかな。そんなことないかないや、でもなかなかレアだと思います。フクロモモンガが寝起きでこうして、覗いてる顔って、ペットチャンネルでもフクロモモンガってかなり少ないんで、うん、レアな映像なんじゃないかなと思いますなんだよその顔いや、でも鼻をひくひくさせたりとかしてるんで、匂いでは絶対気づいてると思うんですよね。帰るんかい嘘でしょ、マジかよ。あ、でも起きてきましたね。起きてきたよこれ真後ろにささみあるっていうのがなかなかシュールでいいですよね。気づいてないですからね、これ。いや、おもろ。どうなんだろう、気づいてんのかな。なんかあるなとかっていうのは思ってるかもしれないですけど、匂いでほら鼻クンクンしてますからね。俺、気づいたかこれ絶対なんか食べ物の匂いはするなっていうのはあるはずなんですけどね。
どうなんだろう。あ、でも安心してください、僕9分まで飛んでくださいって言ってるんで、この時点では気づかないです。そう、これ気づいたと思ったんですよ、完璧に、完全に。あ、これ、あ、もうそろそろ寝起きの顔が見れるなって思ったんですけど、寝起きじゃねえや、あの気づいた時の顔が見れるなって思ったんですけど、ですけどなんですよ。ここからね、その反応を見てもらえたら、あの嬉しいんですけど、うん、なかなかに面白い反応しますよ。何見てんの、すごいな、こっち見てましたね今ね。いや今日本当になんか寝起きの声で申し訳ないっす、撮り直そうかな。いくらでもなんかこのなんか僕の動画ってシンプルに、あのなんかなんていうのかな、こうペットのリアクションだったりとか、僕のこの何気ない雑談だったりとかっていうのを楽しんでもらいたいチャンネルなんで、いいかな。ダメですか、ダメだったらコメントでダメって言ってください。ちゃんと起きてから撮らないとダメよって。お願いします。あら、毛づくろいしてる、かわいいじゃん、かわいいじゃん、もうなんかオカマみたいな声出てる。もうずいぶん前になんかお姉になりましたみたいな動画出したことがあるんですけど、なんかその時の感じの声に近いな。なんかあの時の動画、まあ僕のチャンネルの中では、まあ、ちょっとチャンネル再生数いったんですけど、いやでもひどかったですからね、あの。いやー、もうもろ、何これ、もうさ、本当に真後ろにささみがあるのにさ、気づいてないでさ、なんかポンみたいな顔してる。クロモモンガの顔が可愛い。あ、そう、ちょっと待って、もうちょっと横向いて。もしかしたら、9分前に気づいてしまうかもしれない。時空を曲げて気づいてしまうかもしれないぞ。いや、でもこの時ね、もう本当にね、リアルにね、もうちょっと横向いてって思ってましたね。だってこれ、まあモモンガから見てですけど、左向いたらもうささみがあるんですよ。左向いてと思ってましたね、撮影するときに。これさ、9分から、あ、ごめんなさい、 TikTok のなんかあのお知らせが来ちゃいましたね。そう、これあの9分から見た人はこれを楽しめないですから。今見てくださってる方は本当にありがとうございます。ただ9分からも楽しんでくださる方は本当に嬉しいですね。ということでやっていきましょう。さあ、気づくか、そろそろ9分に近づいてきましたよ。これから、どうした、なんか落としたかな。上に何があんのよ。いやー、面白。あー、でもそろそろ気づくかな。いや、帰んのかよ、マジ嘘だろ。そう、9分前にして1回帰るんですよ。しかもね、あのこれ分かります、自分でね、袋の位置を戻していくんですよ。これすごいっすね。さあ、そろそろあと5秒で9分に近づいていくぞ。どうなる、どう気づくのかってとこ。ひょこっと顔出した。おー、面白。あ、9分から見てくださってる皆様、ありがとうございます。ここからですよ、ということで。やっていきたいと思います。これはもう匂いで完全に気づいてるかな。気づいてますね。あら、見ましたもんね、やっと気づいた。やっと気づきましたよ。ありがとうございます。最初から付き合って、来てくださった視聴者様、ありがとうございます。やっと気づきました。さあ、気づいたらどう出るのかっていうところですね。あ、ちょっとずつ出てきたかな、出てきましたね。気づいた。
やー、初めての、あ、そう、これね、初めてのささみなんですよ。ミミコもハムコの動画で初めてささみこの子が食べますっていう動画も出したんですけど、実はねミミコもね初めてささみ今出会いました初めてのささみが巨大ささみドッキリっていうね、なか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 鬼畜なことをしてしまいましたが、すいません。ということで、あ、でも食べてますね。うん、やっぱりいくらフクロモモンガが甘いものが好きって言えど、やっぱり自然の生き物なんでね、お肉が好きなんですね。うん、さあ、これから16分ぐらいまでこの状態でささみを食べ続けます。なので16分以降からまた動きがあります。うんさあ、それということなんで、またそこからね楽しみたいなっていう方はそこまで飛んでいただいて、その動きをね楽しんでいただければいいかなっていうのと、まあ、このまま、ずっとそのフクロモモンガがささみをね食べてる姿を、見たいなっていう方はそのままとどまっていただいて、見て楽しんでいただけたらいいかなと思います。でなおかつ僕のこのナレーションがちょっとお前うるせえなという方はミュートにして楽しんでいただけたらいいかなと思いますなんてね、ありがたい話ですね。ここまで見ていただいてるっていうことがね。うん、さあ、まあこれだけ食べてくれてるから、今後僕手作りでご飯作ったりとかもしてるんですけど、ささみ入れてあげようかなと思います。うん、ミキサーにして細かくこうペースト状にしてあげた方がよりささみのタンパク質も取れるしいいかなって思いましたね。うん、よかった。フクロモモンガってね、初めてご飯を、その初めての食材を出した時に食べる食べないがものすごい分かれるんですよ。これフクロモモンガ飼ってらっしゃる、方だったら、今見て、もしね見てくださってる方がいたとしたらすごい分かってくれると思うんですけど、そうなのよってもうこれは食べないしさ、あれは食べるしさみたいなのがあると思うんですけど、うちの子は鶏のささみ食べてくれるみたいなんで、これはね、手作りご飯にレシピとして今度入れていこうかなと思います。やったぜ、見つかったぜフクロモモンガって高タンパクのものをあげないといけないんで、こうしてね鶏のささみを食べてくれるって分かっただけでね、すごく嬉しいですね。よかった。うん、今まではねタンパク質としてあげてたのが煮干しとか豆腐とかそういったものをあげてたんですけど、鶏のささみもこれからあげてこうと思います。うん、いや、よかった。ちょっとコーヒー飲みますあ、美味しい。いや、今日はもうなんかそんな感じで喋ってきます。ラジオ感覚も寝起きなんでね今日は、はい。いやー、最近暑くなってきましたね、本当に。熱中症とかね、マジで本当に気をつけてくださいねっていうところで、今コロナとかも流行ってるから マスクとかもね、外で働いてらっしゃる方とかするじゃないですか。そうするとやっぱり熱中症とかね、本当に熱がこもっちゃって大変だと思うんで、水分とかね取って、熱中症とかね本当に気をつけてほしいなと思いますね。なんだろうこれなんだろうこのチャンネル袋もささみ食べながら熱中症の注意喚起をしていくっていういや、ものすごく面白いチャンネルになってるな。うんいやーね、あ、そう、せっかくなんで今言っとこうかなってちょっと思うんですけど、この間ね可愛いもの選手権みたいなものをやったんですよ。動画にあると思うんですけど、フクロモモンガとハムスター、ダイソーの商品の中で買ってきたものの中で一番可愛かったもので、1週間後に可愛いものの動画とか、写真とかを撮って SNS にアップしますっていう動画を撮ったんですけど、なかなかね、最初の動画を超える可愛い動画がちょっと今撮れてなくて、はい、
なのでもうちょっと時間かかるかもしれないです。やっぱりあれを超えないといけないと思うんですよね。なのでちゃんと構成も練って、こうしたら可愛くなるんじゃないかとか、ああしたら可愛くなるんじゃないかっていうのをいろいろ試行錯誤をしてちょっとやりたいので、ちょっとね時間をもらいます、うん、ただその代わり、いや可愛いなと思っていただける動画にはなると思うので、お楽しみにということで、まあ、可愛いってね人の感性で人それぞれだとは思うんですけど、まあ僕が思いっきり可愛いって思う動画をしっかりと正々堂々出しますんで、その辺をね、そこを楽しんでいただけたら嬉しいかなって思いますね。はい、はい、僕の、あのそのチャンネルの、思うところっていうのは、なんていうのかな、視聴者の方がもちろん楽しんでいただきたいっていうのと、ああすごい可愛いなと思っていただきたいっていうのは大前提としてあるんですけど、もう大前提としてあります。ただあの僕自身が本当に、可愛いなと思うこと、やりたいなと思うこと、あと喋りたいなって思うことをしっかりとやってないと視聴者の方は楽しくないと思うんですよね。あ、16分来ました。これこれすごいでしょ。あのよっぽど気に入ったんですよ、これ鳥のささみが。なので1本のこのささみを離したがらなかったんですよ、ミミコは。すごいですね、嬉しいな本当に、うん、ただねやっぱりこのささみをこれ以上ずっとあげるっていうのは、まあ量が完全に多いんでよろしくないなと思ったんで、ここから変えていきます。ほぐしたささみをね、ちょっと上げて、これを交換条件にこの1本のささみを引っこ抜いていきたいと思います見ました、ちゃんと持ってピューって逃げてきましたねかわいいねかわいいね、本当に。あ、持ってる、よかったよかったよかった、交換、あの交渉が成立しましたねよかった、うん、あ、そう、あとね、食べてるところはねテロップなしでいきます、今更なんですけど、あのドッキリのところまではテロップを入れようかなと思うんですけど、食べてるところはそのリアルな映像をねしっかりと楽しんでもらいたいので、テロップとかなしで今回は行こうかなと思います、うん、そう、何話してたっけ。そう、僕のチャンネルのことについてなんですけど、やっぱりねその、なんていうのかな、僕が楽しんでることによって視聴者、見てる視聴者の方が楽しい気持ちになってくれて、視聴を楽しんでくれるっていうのが、一番だと思うので、あのチャンネルの人が楽しんでないチャンネルって楽しくないと思うんですよねなので、僕が楽しんで僕の、なんていうのかな、僕が、いつもね楽しく、ペットたちと接してる姿をお届けする。まあだってフクロモモンガとか可愛いじゃないですか、シンプルに。こうしてご飯食べてる姿とか可愛いんですよ、うん、でこういう姿って見れないと思うんですよ、なかなか本当に。なので僕のチャンネルでそういう楽しい、可愛い、面白いも発信していきたいと思ってるんです。で、まあ、これもさ、みんな言うんですけど、なんかそのチャンネル登録をお願いしますとか、チャンネル登録、まあ、なんかすごい人ってチャンネル登録してってくださいねっていう人いるじゃないですか。してってくださいねは絶対違うと思うんですよね、僕ね。なので、もしその動画を見終わった後に、あ、してもいいかなって思ったらポチッとね、なんかこうしてやってもいいかなっていう思いでお願いしますだって自分が見たいと思わないとチャンネル登録ってする意味ないじゃないですか。そうだから、うん、あ、なんか今後もしてもいいかなとか、そのなんていうのかな、 YouTube って本当に最高の暇つぶしだと思うんで、今後なんかその暇な時にチラッと見てもいいかなって思った時に、
ポチッとお願いします。ポチッとしてなくたって見たいなとか思った時に、自分もチャンネル登録してなくても見たいなと思うチャンネルの人は見るんですよ。だからそういうもんだと思ってるんで、今後も、そういう感じでよろしくお願いします。まあ、発信する側は嬉しいんですよ。チャンネル登録してもらえると、その人の名前がたまに出たりとかもするし、出ない人もいるし、よくその辺はよくわかんないんですけど、やっぱり人数が増えるとやる気がもらえるんですよね。そこが一番なんですよ。で、やる気がもらえて、それで、あ、これだけの人が見てくれてるんだから、もっとなんかこれだけの動画を出せるようになろうとかっていう思いになれる、その思いの根源みたいなものがあるんで、まあ僕的には増えた方が嬉しいんですけど、見てる側の人にとっては別に増やす必要がないというか、まあ別に暇つぶしで見てもらえたら見てもらうもんだなっていうふうに思ったりとかもしてるんで、まあそんな感じですね、僕の思いは。はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、その上でお願いしますという感じですね。はい、ということで、まあ動画の方が長くなってきましたけど、だいぶね、ささみもたくさん食べてくれましたね。うん、口にささみがついてたりとかして可愛いですね。これだけ食べてくれるんだったら、今後もご飯としてタンパク質の補給としてしっかり上げていこうかなと思います。これもね、また動画を撮るために新たに食べられる食材が見つかったっていうのもあるので、言ったら見てくださっている視聴者さんのおかげでもあったりするんで、その視聴者さんが、まあ、またこれを見てくれることによって、視聴者さんも楽しんでもらえると、ウィンウィンの関係であると思うので、今後もね、またよろしくお願いしますっていう形ですね。また何か新しい食材だったりとか、まあ、袋ももが食べれない食材ももちろんたくさんありますけど、その中で新しいものを見つけて、視聴者の方に発信していきたいと思います。可愛いですからね。そこで、うわ、めっちゃ可愛いじゃんと思ってもらえたら嬉しいですね。はい、ということで、今日もご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうっていう感じですね。さあ、かわいいな。あ、そう、フクロモモンガってね、ごめんなさい、まだちょっと喋ります。こうしてよく噛むことによってね、そのエキスをね、食べてるんですよ。だからね、こうしてよく噛み噛みするんですね。こういう情報も発信していきます。では今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。